皆さんの力を貸してください。相談のメッセージをいただいてるんです。僕がこのお手紙をお話ししますので、アドバイスとか応援メッセージとかあれば、どんどんコメント欄に書き込んでください。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか。おー、明けましておめでとうございます。新年早々なんですけども、今日はちょっといつもと違ってフリートークでやらせてください。皆さんの力を貸してください。と言いますのも、あるお母さんから息子さんの剣道のことで相談のメッセージをいただいてるんです。でこれになんとかうまく回答したかったんですけども、僕一人じゃやっぱり力不足でできなかったんですよね。なので皆さん、今日は僕がこのお手紙をお話ししますので、それを聞いてこのお母さんとか息子さんとかも同じように悩みを持っている方にアドバイスとか応援メッセージとかあれば、どんどんコメント欄に書き込んでください。もう僕も今回全部読んでますので、ぜひそういう動画になればと思います。じゃあ早速ですけども、お母さんからの手紙、ちょっと長いですけどね、読ませてください。はじめまして。最近宇賀店長の動画を発見して拝見させていただいております。あまりの分かりやすさ、熱意についつい見入ってしまいます。ありがとうございます。私自身は剣道をしておりませんが、中1の長男が小1からしております。中1になる息子、小1から始めましたが、負けて負けて負けて、勝利は覚えてるだけで3度です。先生に、今日はお家で宴会ですなぁと何度も叫ばれ、嬉しいやら悲しいやら、それほど勝てません。もともといわゆる運動神経というものはありません。不器用です。でも何度もやめようというのですが、頑としてやめないと言います。しまいには地元の中学に剣道部がないからと、私立受験までして剣道部に入部してしまいました。継続は力、好きこそものの上手なれと言いますが、中学に入った今もさっぱりです。わざわざ入学したのだから、ある程度はできるのだろうと思われていたみたいで、先生や先輩方、保護者の方々からの失望感は言葉がなくともわかります。長男は体にハンデがあり、肘が伸びきらない、膝のクッションが弱いといったものがあります。それでも本人はやるというので、何でも一つのことを続けるのはいいことだと思い、今まで来ました。一体なんで息子はこんなに剣道を続けたいのでしょうか。聞くと好きだからと言います。でも勝てなくても好きなものは続くのでしょうか。悔しくないのと聞くと、もちろん悔しいと言います。他の先輩方からは、負け続けてもヘラヘラしている長男にイラついている気持ちが伝わってきます。ヘラヘラは彼の防衛なのですが、私は楽しく剣道ができればそれでいいと思ってましたが、小学校の時にも先生には頭を抱えられ、ため息をつかれ、褒めるとこないので褒められませんと言われました。他の団体に移っても、やはり先生方からの失望感、チームメイトから弱いのに出場するなという言葉、この時点で私はがっくりきて、もうやめようよと言ったのですが、それでもやめないと言いました。今も同じです。弱いです。先生はまだ今のところ一生懸命教えてくださいます。でもいつか見放されそうです。チームメイトは、頼むから日本負けはしないでくれと懇願してきます。でも見本負けしてしまうので、最近では剣道以外の学校生活がギクシャクしだしました。長々と書いてすみません。もう親の私が最近疲れてきてしまいまして、試合会場へ行ってもいつも負けるので、謝罪の言葉のバリエーションがなくなり、先日はとうとう頭がフリーズしてしまいました。何も話さず帰ってきてしまいました。こういう感じの子が剣道を続けていくとどうなるのでしょうか。おそらく膝が持たないので、高校ではやめることになると思います。ただ中学3年間は入試もないので続けていくと思います。本人はその気です。こういう子は一体どうしたらいいのでしょうか。親の私はどうしたらいいのでしょうか。私は剣道をしたことがないので、子供になんだかんだとアドバイスはしませんし、できません。先生がおっしゃってたことを覚えてメモ書きで渡したりはしています。最近は宇賀店長の動画をスクショで撮ってコマ送りのように並べてプリントアウトして渡したりもしました。でもこれって子供の自主性を奪っていることになるのかしらと今思いました。本当に長々と申し訳ありません。お忙しそうですので、お返事など気になさらないでください。これからも動画を楽しみにしております。こんなに頑張ってるね、お母さんと息子さんに対してね、
お役に立てない自分がね、もう本当に歯がゆいですよ。この親子はどうしたらいいですか？聞かせてください。今回のお悩みがちょっと特殊なのは、普通と逆なんですよね。普通はもう息子さんが辞めたい、でも親が辞めさせたくない、これは結構あるんですよ。でも逆で息子さんがやりたがってる、それを親御さんがもう辞めた方がいいんじゃないかっていう、だから難しいんですよ。まずはやっぱりね、大きく2つの意見に分かれると思うんですよ。辞めさせた方がいいんじゃないのっていう意見と、続けた方がいいんじゃないのっていう意見ですよね。どちらも正解、どちらも言い分あると思います。まあ、辞めさせた方がいいんじゃないのっていう意見には、息子さんには剣道の他のスポーツの方が合うんじゃないか、そっちの方が伸びるんじゃないかっていう意見、それもごもっともです。今の試合重視の道場の剣風が合わないんじゃないの、それも確かにそうかもしれない。このままだと息子さんもお母さんもかわいそうだよ、これも確かにわかるんですよ。反対に続けた方がいいよっていう意見は、このままやめると負け癖がついちゃうよとか、本人がやりたいって言ってるのになんで親がやめさせるんだとか、結果が出るのはね、人それぞれなんで、もっと先で絶対伸びるかもしれないから、今はまだ頑張って続ければいいじゃないかっていう意見、もうそれもごもっともだと思うんですよ。ぜひあなたの意見コメント欄で聞かせてください。最後に僕の個人的な意見、個人的って言ってもその YouTuber とかそういうのやめてね、 YouTuber とかやめて、うちも息子が剣道やってるんで、一親としての意見は、ぜひこちらの息子さんにもこのまま剣道を続けていただきたいっていうのがもう本音なんです。本音なんですけども、その理由は、僕も息子は剣道やってるのずっと見てますけども、あ、こいつ頑張ってるなって実感することがたまにあるんですよね。まあ親として頑張ってるなって実感するのが、決してね、試合に勝った時だけじゃないっていうのが理由なんですよ。うちの息子は剣道もやってるんですけども、学校では音楽クラブ、コーラス部ですよね、合唱、そういうのやってるんですよね。それで NHK の香川県大会ってコンクールがあって、たまたま今年うちの息子の学校が金賞を取ることができたんですよ。すごい頑張ったんですよね。その時の表彰式の時の話なんです。他の学校は表彰状、何々小学校って言われても、代表者が出てってこうやってもらって礼して、観客の方向いて礼して、それでスーって行っちゃうんですよ。なんですけども、たまたま、うちの息子がもらうことになって、表彰状、観音寺小学校って言ったら、はいとか言うんですよね。ステージの上ですよ。びっくりしちゃって、で、何々小学校とかってこうやってもらって、くるって向いてお客さんの方向いて、ありがとうございましたってこう、もう腰なんか90度ですよ、こんな感じ。それでもうみんな会場がうわーってなって、校長先生もベタ褒めで、打ち合わせしてたのかなっていうぐらい思ったんですけども、よく考えたら、あ、これ剣道だって思ったんですよ。これ剣道やってるからこんなにすごいなんか挨拶できたんだと思って、僕は剣道頑張ってやってよかったなと思ったんですけどもね。それと同じことが多分そちらの息子さんにもあって、試合に勝った負けたっていうのは、その剣道のほんの一部分でしかないと僕は思ってて、中学生だと特にその試合に勝った負けたが一番重要視されるかもしれないんだけど、それって決してね、試合に勝った負けたっていうのは剣道の全部じゃなくて一部でしかないんですよ。他にも剣道において大事なことっていっぱいあるんです。例えば息子さんがね、稽古で一番大きい声を出してとか、稽古を休まず皆勤賞を取ったとかね、これすごいじゃないですか。それとか昇級審査で正しい基本の通りの打ちができるとか、先生とかね、友達に、ね、挨拶ができるとか、防具をきちっとしまえるとか、靴を並べられるとか、そういうのを見た時に、やっぱり親として剣道を習わせておいてよかったなって思うと思うんですよ。試合に勝った負けただけじゃないと思うんです。もしよかったらお母さん、息子さんの手のひら見てください。多分ここにね、豆があると思います。足も同じです。左足の裏側、親指の付け根、痛そうな豆があると思います。皮も分厚くなってます。そうやって息子さん剣道頑張ってるんですよ。その原動力は、僕はもう最初メール読んだ時思いました。剣道が好きだからなんですよ。好きが一番強いんですよね。好きには勝てないんですよ。そしてもしお母さんがこのタイミングで息子さんに、もう剣道やめればって言ったとします。息子さん、え、なんで、好きでやってるんだけど。だって試合に勝てないじゃん。その瞬間息子さんはハッとするんですよ。あ、試合に勝てないことって悪いことなんだって思って、さらには僕が試合に勝てないことでお母さんまで恥ずかしい思いをさせてるんだって思った瞬間、ガラガラって全部崩れますよ。剣道嫌いになると思います。それは今剣道好きでやってる子に聞かせるにはそんな必要全然ないと思います。それはもうやっぱり残酷です。なぜなら剣道の世界には試合に負けて
怒る先生っていないんですよ。絶対これ断言できます。まあその試合のねやる気がないとか態度が悪いとかそれは怒る、めちゃくちゃ怒りますよ。でも試合に負けたことについて怒る先生はいないです。ですからどうぞ安心して負けてください。絶対僕全然それ問題ないと思って、だから安心して負けてください。今日の動画は以上になります。長くなりまして申し訳ありませんでした。本当この動画見た後にコメント欄に応援メッセージやアドバイスあれば書き込んでください。普段コメントなんかしたことないよって人もぜひ書いてください。僕も全部読んでます。それを他の方、同じような悩みを持つ父兄の方見てると思うんです。ぜひ指導の先生方とか別の父兄の方とか同じような学生の方とか小学校の方でも大丈夫です。みんな良ければ一言メッセージ書いてあげてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。